はーい、どうも、しんやんでーす。嘘つきゲーム最終パート、トゥルエンド、見ていきます。うん。こっからはしゅやん、特に雑談もなく、ただ読むだけなんで。うん。飽きずに最後まで付き合ってくれると嬉しいです。で、終わった後はね、いろいろと関係ない話もしたりしたいんで、付き合ってください、最後まで。ということで、トゥルエンド行きます。なんだこれ。あ、もうですね。ま、いろいろと脱出の、パート、証拠を集めてたら、なんと、主人公と沙織さんは、実は知り合いだったっていう証拠を手に入れてしまったんです。不思議ですね。まあ、やってきます。俺と沙織さんが二人で写っている？どういうことだ？どうして泣いてるんだ？写真の裏もちゃんと見た？裏？シュータへ。無事に生き残ったようだね。今回も生き残ったのなら、まだ君にはこのゲームを続ける資格がある。どういうことだ？シューターって誰だよ。誰って、シューターはあなたでしょ。え？俺の名前は、シューター。これは一体どういう？その瞬間、俺は薬のようなものを打たれ、意識を失った。今ちょっと噛んだね。一体どういうことだ。どうやら意識が少しずつ戻ってきたようだ。ようやく視界が開けてきた。さようなら。俺は間一髪のところでナイフを避け、彼女を床に跳ねのけた。何のつもりだ。危ないところだ。あと少しで殺されるところだった。その時俺は記憶が戻っていることに気がついた。このゲームは俺と鈴村沙織の二人が黒幕だ。俺たちは二人で共謀し、嘘つきゲームという殺人鬼を処刑するゲームを行ってきた。俺たちは幼い頃に親を殺され、家族を失っている。このゲームはいわば殺人鬼への復讐なのだ。俺と沙織はこの嘘つきゲームを二人で何度も行ってきた。同じ怒りの感情を共有し、共に殺人鬼への復讐をしてきたはずだ。しかし今回、俺の意識がない時に沙織が俺を殺そうとしたのだ。お前どうして俺を。ごめんなさい沙織、お前は俺を殺そうとしたのか。お前は一体何を考えてるんだ。それに、嘘つきゲームの終盤にあのアイドルを襲おうとした黒いパーカーの人物、あれもお前だろ。なぜそんなことを。確かにあの黒いパーカーとナイフは俺のものだ。それを勝手に持ち出して、お前はあのアイドルを殺そうとしてたのか。お前は今まで通り俺のサポートに徹していればよかったのに。なぜアイドルを殺そうとしたんだ。実はあのアイドルの子からシューターを殺そうと持ちかけられたの。あいつが殺人鬼だから先に私たちで殺しちゃおうって。俺を殺す、あのアイドル、そんなことを企んでたのか。あなたが自分についての証拠を集めてるって気づいてたのよ。だから次の会議前にどうにかしてあなたを殺そうとしていたわ。もちろん私はその誘いを断った。でもあの子は一人でもやる気だった。だからあのアイドルがあなたを殺す前に、私が何とかしようと思ったの。そうだったのか。俺を守ろうとして。それならなおさらお前、なぜ俺を殺そうと。それは、私、もう終わりにしたくて。終わりに？どういう意味だ？その時突然、部屋中にサイレンが鳴り響いた。処刑のお時間です。その時突然ピョートルが動き出した。は？何言ってんだ。沙織様を処刑します。ピョートル、沙織を処刑ってどういうことだ。沙織様がご自分で設定されました。沙織、どういうことだ。私、あなたのことが。それでは処刑を開始します。ちょっと待てピョートル、沙織と話をさせてくれ。処刑はキャンセルできません。とりあえず逃げろ、沙織。早く逃げるんだ。でも、
早く逃げろ。ここでその一番最初のねシーンにつながるんだよね。あそこで処刑されて死んだのは沙織さんだったっていうね、すごいショックな事実だよね。全然トゥルーじゃないよね。このノーマルエンドだと沙織ちゃんは死なないで、まあ主人公と沙織はまた同じことを繰り返すっていう話だったんだよね、ノーマルエンドだと。でトゥルーだと、まあ、この負の連鎖を終わらせようっていう、まあトゥルーといえばトゥルーだったのかなって感じだけど、結構ショックなものがあるよね。いや、受け止められないよねこの死ってやつはさ、うん、処刑が完了しました。目の前には沙織の遺体が横たわっていた。どうして沙織、なぜこんなことを。その時沙織の手に何か握られているのに気づいた。これは遺書。それは震える字で書かれた沙織の遺書だった。あいつどうして遺書なんて。一体どういうことなんだ。俺は沙織が大事そうに握っている遺書を読んだ。私たちはかつて大切な人を殺され、人生に絶望し生きてきました。そんな私たちにとって殺人鬼を処刑することが自分たちが存在する意味があると思える唯一の方法だったのかもしれません。幼い頃私には父親がいませんでした。母親が一人で大事に育ててくれたのです。私は幸せでした。父がいなくても私には大好きなお母さんがいる。それが自慢でさえあったのです。しかしそんな幸せな日々は突然終わりを告げたのです。その日は私の誕生日。珍しく母と二人で外食に出かけたのです。特別な日だけ母が連れて行ってくれる洋食屋のオムライスが大好きでした。私がそれを食べるのを母は嬉しそうにいつも見つめていました。夜の9時頃でしょうか。私と母はいつもの道を二人で手をつないで歩いていました。忘れもしません。夏が終わり、秋の気配漂う10月21日。私たちの後方から猛スピードの自動車が追突してきたのです。とっさのことで私はよくわかりませんでした。その瞬間母は私を引き寄せぐっと抱きしめました。今思えば自分を犠牲にして私を守ってくれたのでしょう。追突してきた自動車はそのまま走り去ってしまいました。横には力なく倒れ込んだ母が横たわっていました。周りに集まる野次馬たち、遠くの方で救急車のサイレンが聞こえました。状況が理解できない私は泣き出してしまいました。母は最後の力を振り絞ったのかもしれません。あなたが無事でよかった。それが母の最後の言葉となりました。母はその後すぐに意識を失い、搬送先の病院で死亡が確認されました。ひき逃げした運転手もすぐに逮捕されました。当日は友人の家で酒を飲み、そのまま車を運転して帰宅したと供述。つまり飲酒運転でした。母を失い身寄りもない私は孤児院に送られることになりました。そこで出会ったのが修太くんだったのです。当時の私は暗く、人と関わったり会話することはほとんどありませんでした。自ら心を閉ざしていたのです。そんな私に修太くんが声をかけてくれたのです。俺と一緒に復讐しようと。彼の境遇も噂で聞いていました。最初は戸惑いましたが、私は彼の誘いに乗ることにしたのです。本当の絶望を目の前にした時、励ましの言葉など何の役にも立ちません。そんな弱い言葉より、彼のその復讐という言葉が私の心に響いたのです。
私には彼が輝いて見えました。唯一の救いに見えたのです。それから数年間、私たちは様々な復讐の方法を考えました。その結果考え出されたのが嘘つきゲームだったのです。最初の処刑を行った時、怖くて数時間眠れなかったのを覚えています。相手は殺人鬼だ。殺されて当然の人間だ。何度も何度も自分に言い聞かせました。そうすることで心は麻痺し、何も思わずに処刑できるようになっていきました。しかし私たちは気づいてしまいました。心のどこかがすり減っていることに。一度狂った歯車はなかなか戻らず、もう後戻りができないところまで来てしまいました。私たちの心はもう遠いところに見えなくなってしまったのです。今回私たちが命を絶った理由は反省や懺悔ではありません。これは私が勝手に決めた心中です。遺書にこのようなことを書くのは不適切かもしれませんが、私はこの男性を、修太君を愛してしまったのです。自分でも不思議でした。絶望し復讐のために生きている自分がこのような感情を抱くとは思いもしませんでした。きっと修太君という存在がなければ、こんな感情は一度も持つことはなかったかもしれません。殺人鬼を処刑するという狂ったゲームを行う私たち、こんな私が人を愛するということは許されるなんて思っていません。だからもうこれ以上狂った歯車をそのままにしておくことに我慢できなくなったのです。ならばせめて自分の手でこの愛する男性を殺し、自らも死ぬことが私が愛する人のためにできる唯一のことだと思ったのです。それが私の出した答えです。もし次生まれ変わることが許されたなら、今度は普通にあなたと出会い、みんながするようなデートをして、結婚して家族を作って幸せに暮らしたい。そして一緒に年を取って心から幸せだって思いながら死ねたらなって思います。遺書のつもりで書いてたらなんか告白の手紙みたいになっちゃった。なんだか恥ずかしいな。それじゃあここら辺でさようなら、鈴村沙織。沙織の握った手紙にはそう書いてあった。これはこいつ俺のことを愛していた。そんなバカな。俺は頭を抱えた。そして目の前の鏡に映る自分の姿を見た。久しぶりに自分の姿をしっかりと見た気がした。そこには絶望し疲れ果てた自分が立っていた。自分が長い時間をかけて手に入れたものは何だったのだろうか。突然虚しくなり、自分の行為の愚かさが込み上げてきた。自分の中にあるこの感情は何なのだろう。そう思った時、涙が一粒あふれた。これは涙。自分でも理解できないが涙があふれた。これは何の涙なんだろう。この感情は何の感情なんだろう。自分の心の奥に少しだけ残った温かい感情、優しい記憶、大切な人。俺の心は俺だけでできてるわけじゃない。自分の人生に今まで関わった大事な人たちの心が俺の中に生きている。なぜだかわからないが、突然そんなことを考えた。俺はどうすればいいんだろう。俺はどうして存在しているんだろう。俺はこれから何のために生きていくんだろう。俺は体の力が入らず崩れ落ちそうになる。それを一歩踏み出し倒れないように体を支える。何のために体を支えた。俺は
何のために一歩踏み出した。とっさに踏み出したその一歩、俺は生きようとしているのか。俺の心が生きろって言ってるのか。はい、終わりです。トゥルーかって感じだけど、まあ、この負の螺旋から脱出できたって思ったら、まあトゥルーだったのかなって感じだけども、それでもやっぱ結構しんどいものがあるよね。うん、はい、ということで終わりですね。これはどうしたらいいかしら。まあ見ておこうか。はい、ということで嘘つきゲーム終わりです。はい、まあね、まあ、この嘘つきゲームもやったし、もう狼ゲームに向けての準備も終夜万端です。早く配信しないかなとか心待ちにしておりますね。うん、やっぱね、うん、フリーゲームでもクオリティがやっぱ違うなって思ったっすよね。初めてこの嘘つきゲームの実況した時にさ、こう惹かれるものがありましたね。デスゲームってところでまたね、結構惹かれるものがあるんだけどさ。はい、これはまた、はいはい、タイトル戻ります。はい、うん、今度こそちゃんとした終わりだね。何を言おうとしたか忘れちゃった。そう、ではとりあえず主演は狼ゲーム楽しみにしております。で、まあこの嘘つきゲームも新しく実況を取り直したんで、まあこれを見た後に逆にシュウヤンの過去の嘘つきゲームの実況をちょっと見てほしいなって思う。あー、シュウヤン成長したなってなんかね、そう思えるようなね感じだと思う。もう自分で見てても恥ずかしかった。もう過去のシュウヤンの嘘つきゲームやばいんだから、もうお前ちょっとキャラ作りすぎじゃないって感じね。で、まあまあまあ、でこれまあいろいろね頑張って撮り直したんですけども、まあシュウヤンこの君が死ねの動画撮った時にね、まあなんか結構いい意味でも悪い意味でも伸びて、うん、いろんなコメントもらって思ったのが、シュウヤンって早口だったんだなって今まで全然気づかなかったんですよね。うん、その友達とも話しててね、ああ俺って早口なんだねって友達と二人でびっくりしてたんだよね。なんか普段もうその喋りになってたからさ、てか何だろうね、なんで気づかなかったんだろうね。その意見もらえて、お、ほんとよかったと思ったね。そこからだいぶ変わったね。うん、ほんと変わった。で、今のこの感じでこれから先動画を撮っていこうかなって思ってますね。まあ、シュウヤンその動画を撮って見直すんですよね。まあ、うん、聞き直すって言えばいいのかな。で、あーこれダメだったな、次こうしようかな、あーここもダメだったな、次こうしようかなってやるから、シュウヤンこう過去の動画がと今とで結構変わってっちゃってるんですよね、どん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 。うん、だからある意味この今の嘘つきゲームの撮り直しがシュウヤンの一番最初の本当の一番目の動画って感じになるのかなって。今こう安定したっていうのかな、喋りとかキャラとかがさ。うん、だから本当にもうこの嘘つきゲーム撮り直しがシュウヤンの一発目です。で、二番目が狼ゲーム、あ、まあでも今撮ってる四つ女神も結構安定した喋りなのかなって感じ。うん、まあ本当シュウヤンの経過を見たいんだったらね、シュウヤンの過去を見てください。本当ひどいんだからキャラが。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録またはコメント評価よろしくお願いいたします。狼ゲームの配信楽しみですね。うん、そしてシュウヤンの嘘つきゲームの過去の方も見てくれるとなかなか笑いがあって面白いと思います。男の子とか見たらね、一緒にもだえてくれるかもしれない。うん、はい、ということでシュウヤンでした。